皆さんこんにちは、森井奈緒です。今日は私最近またアンブシュアを改良してるんですけれども、そのお話を皆さんとシェアしたいと思います。アンブシュアの話をする前に、最近上げた動画についてなんですけれども、みんなジュークって知らないのかな、30代の人あんまり見てないのかなと思うんですけど、あの夢を書いたテストの裏、紙飛行機作って明日に投げるよっていう歌ね、聞いたことある人もいると思うんですけど、あの歌の歌詞書いた人と一緒に曲を作ったんですよ。全然みんな見てないと思って、私のチャンネルから30代は消えたのかなと思うんですけど、でもね、あのテーマが学校についての曲なので、中高生の人見てもらっても面白いと思いますし、あとまあもっとね大人の方見てもらったら懐かしいなって思ってもらえる曲じゃないかなと思います。あの自分がね、もしあのジューク知らなくても、周りのね、あの1999年に中高、まあ大きくても大学生ぐらいだった人、大体20代の後半から40ぐらいまでの人だったら、まあ知ってると思うので、よかったらね、周りの人にぜひ聞いていただいて、あと宣伝していただけるとすごい嬉しいなと思います。動画概要欄に貼っておくので、皆さんまたぜひご覧ください。さあ、それでは本題のアンブシュアについてなんですけれども、わからない人のために説明をしておくと、アンブシュアというのは口の形、フォームのことですね。演奏する時の口の形のことなんですけれども、私何回も動画の中でこのアンブシュアについてお話ししてきたと思うんですね。私も過去に2回アンブシュアを変えたことがあって、1回目は高校生の時にすごい大きく変えたので、全然音が鳴りませんでした。1年ぐらい吹けなくなっちゃったんですよねっていうお話をしたのと、あとね、2回目はだんだん卒業してからちょっとずつ直したっていうことがあったんですけど、でもね、やっぱりどうしてもなんか自分の中で音色だったりとか、あと吹き心地っていうのが 100% 満足できてないなっていうのはもうずっと思ってて、本当毎日悩んでるんですけど、で最近ちょっとね、いろんな方とインタビューとかさせてもらう機会ってもう皆さんもご存知だと思うけど増えたじゃないですか。なのでその中でまあ皆さんのね、アンブシュアを観察してると、私もここもうちょっとこうした方がいいんじゃないかなみたいなことがいろいろ見えてきたので、ちょっと今コロナで時間があるじゃないですか。なのでこの時間を利用して、あのアンブシュアをね、改良していこうかなっていうふうに思ったんですね。具体的に何に満足がいってないかというと、私トランペット吹くときって結構下唇を中心に吹くんですよ。こんな感じで当ててるんですね。でこれが絶対いいとか悪いとかではないんですけど、息は少し下目に出がちだと思うんですよ。でまあ皆さんいつも私の音聞いていただいてるんですけど、まあ、そんなに音色的には問題はないと思いますが、やっぱりトランペッターとしてもっとなんか明るい音を目指したいなっていうのは常日頃思ってるわけなんですよね。で考えた時に、なんかもう少しまっすぐ息を出すというか、なんかもう少し方向を変えた息を出せた方が音色って上がるんじゃないかなっていうのをずっと思ってたんですよ。で実際何を変えたかというと、マウスピースの位置ですね。前ねこんな感じでつけてたんですけど、少しあのマウスピースを上に上げました。そうすることによって上唇も使いやすくなるので、まあ、両方上唇と下唇とバランスよく使うことができるっていうことなんですけれども、吹いてみた体感で言うと、あのもちろんねまだ慣れてないんで上の音とか鳴りづらいんですけど、けどね音色は結構綺麗になってきたんじゃないかなっていう風に思ってます。まあ皆さんがあのこうやってね撮影したものでどれぐらいね確認できるかなっていうのはあるんですけど、けどねあの自分としては息の通りは良くなったなっていうのは思いますし、あとまあ音色的にも割と気に入っているので、今のところはまあこのまま練習していったらいい方向に向かっていくんじゃないかなっていう風には思ってます。でもやっぱり急にねアンブシュアを変えると調子が悪くなっちゃうこともあるので、皆さんもねもし変えるときはちょっとずつやってほしいなと思います。私も今どういう風にやってるかというと、前のアンブシュアでもう練習してるんですよ。それで練習して、まあ、たまに新しいアンブシュアで練習してっていう感じで交互でやってますね。でも最近新しいアンブシュアでも音がだんだん出るようになってきたので、ちょっと比重を上げたりとかいう風にあのバランス見ながら練習してるので、まあ、無理は禁物ということですね。いかがでしたでしょうか。この動画が役に立った、面白かったという方は高評価ボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。皆さん違い分かりましたか。多分新しいアンブシュアの方が口の形はね綺麗だったと思うんですよ。ただね昔の方がまあ絶対悪いかっていうのはまだ今の段階では言えないんですけれども、まあ、今後練習していってどっちの方がね吹きやすいかっていうのをいろいろ試していきたいなっていうふうに思っています。ということでまた次の動画でお会いしましょう。森井奈緒でした。バイバイ。忘れてるわけじゃないけど